おい、入れねえじゃねえか、なんだこれ。え、どうした？レジあんじゃねえか。あ、ここサンデーやん、店。え、店で来とる。武蔵かな。会計だけじゃん。聞こえた？え？あのさ、なんか今俺がいる家の屋根裏、地雷がめちゃくちゃ設置しちゃってゾンビが踏むようになってるわ。なんだそれ。すげえ、こんな家あるんだ。じゃあ穴掘ってレベル上げよう。あ、5じゃん。え、すげえ、ありがてえ。ありがとう DK。 おう、いいぞ。やべえ、ちょっとそんな早いか。ちょっと今度見ずにマジ避けようと思ったんだけど。無理だ。くそ。じゃあケイシーにはレンチをあげよう。ありがてえ、今ちょうど欲しかったんだ。うわ、つらし早っ。ありがてえ、マジで神だな。次はトリュウだ。お、こいつに乗せたら何でも作ってくれるぞ。おいや、さすがだな、ケイシーさん。すごいな。ジャイロマだ、ケイシー。つった今。ロボが入ったからやべえ、やばかったぞ、今。完全にロボ。ジャイロマ。ロボ属性つけんなよ、おもろい。あ、そうか、タイヤがねえのか。タイヤ？タイヤマルゼン。ホイルマルゼン。なんかこっちかな、なんかあのクソ古いなんかタイヤタイヤ太平タイヤみたいな CM なんだけど、こっちだけかな。画質クソ悪いやつ。そう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 、それそれ。ローカル CM の話したっけ。話題ループしてんだろうな、知らん間に。うん。絶対あれ、ね、聞いたわってやつ結構は言うとんだもん。そのうち月1で同じ話するからね。ローカルホームセンターの話はあったな。うちんとかと、カインズホームとかだけど。わかんねえ。え、な、え、わからん？カインズが。マジか。プラント5だ。何それ。は？ジャクソン5のパクリ？そうそうそう。武蔵とか。え、格闘家？か、空手がメインの。スーパーホームセンター武蔵だぞ。あ、いらん。やばいな。スーパーホームセンター武蔵。スーパーホームセンター。なんでそんな受けてるんだよ。めっちゃおもろいやん。ちょ、案件来ねえかな、スーパーホームセンター武蔵。来るわけねえだろ。どこに来る要素があるんや。江南は有名だな。あ、江南はね。武蔵江南大輝。大輝武蔵作るセブンデッツで。あるんじゃないもん。ジャンボ園長聞いたことある。カーマ、カーマ、カーマあるよね。カーマホームセンター。うん、カーマあるな。うん、カーマ知らんやつは売国奴だから。外人やろ多分。ダメだぞ、言っちゃいけないこともあるんだぞ。東海地方人のやつ以外日本人だと思ってないやつら。外人や。ホームセンターサンデー。え、週刊少年サンデーとかぶっちゃってるじゃん。喧嘩売ってんの小学館に。怖いよ小学館。知ってる、小学館に大変なことになったやついるからな。おお、俺らの近くに。俺そのダメなんだよな、言葉言えないんだよ。言葉言えない。規制されるから俺。サンデーバカにしないでください。すいません。じゃジャンプとマガジンとチャンピオンもあんのかな、店でってこと。うん。おい、入れねえじゃねえか、なんだこれ。え、どうした？レジあんじゃねえか。あ、ここサンデーやん、店。え、店で一人。武蔵かな。会計だけじゃん。
物がない。何も売ってない。閉店だ。立ち退き立ち退き。壊す。レジ400円したけどあれ。ホーマック。何ホーマックって。え、ハローマック。ハローマックじゃないの？ホーマック。な、何やそれ。マクロナルド？今ロボのやつが今すごかったぞ。え？マクナルト俺そんなんじゃなかったよ。俺うそ、うん、マクロナルドん？あ、来てる、来てる。え？引っかかってる。あ、罠で死んだ。今日やしな。今日もやしな。セルバってスーパー知ってる？セルバ？いや、スーパーはやばいだろうね。スーパーでもさすがに俺もやめとくわ。見バレ、住んでる場所バレあるかもしれんから。数店舗しかないとかあるやろ多分。うん、スーパーはやばいよ。ドラッグストアはね、でも普通に杉薬局は有名だよね。大丈夫？地雷踏んだ俺。よかった、危ねえ。そこら中にあると思うよ、杉薬局。危ねえ。松本清、知らんな。田舎のやつ。松本清はあるな。田舎の人間。でも初めて見た時びっくりせんかった。人の名前じゃんみたいな。何かわからんかったもん初め。松崎しげる。それは美しい人生だな。あれ、タイヤってどうやって取るんだっけ。タイヤ殴ればいいんじゃなかったっけ。これたまに出てくんじゃないっけ。なるほど。あと作れたよな。作ってなかったっけ。嘘、うん、タイヤ出てこねえんだよな。作ってんじゃない。あのハンドルに出てこやん。タイヤってハンドルって言うの。そう、ハンドルだわ。まだ直ってないのか。あ、そう、直ってねえわこれ。できた、ハンドルだ。ハンドルで、おう、でハンドルでこれは何も出てこねえか。キュールか。イケなんかやってんな。え、何もやってねえよ。ほんとか。さっきから口数少なくねえか。そうか、やってるわこいつ。ロボの声やからあんま喋らんとこうと思って。ないや、いいや、気にしなくていいよ。いいって、そんな気にしてたんか、ケイシのせいで。おう、ん、あんまやりすぎると遠くなるぞ、死んだ時が。やべえこいつ、最終手段やねんかそれも。なんだこのかぼちゃ、地雷か。違うな、違う、かぼちゃ地雷なん。で踏んでみたわ。え、作ったんそれ、ケイシ。なんか置いてあったから盗んで。やば、ステーキとジャガイモの食事って何やこれ、レシピ。何それ。なあ、あるでこれ。ファミレスでよくあるセットか。野菜何もついてないやつ。甘い人参がついてるやつだな。芯まで火通ってないな、人参。芯まで。早っ、めっちゃ早い。買った。始まるぞ、第1回戦が。お待ちかねの穴掘ってやってこやんといけどな、一番下におって。いやでもここだったらいいと思うよ。その一応さ、このスパイクもさ、道になるようにこうなんか互い違いに置くぐらいに最初はしとくわ。スパイクってあれか、もうびっしり詰めるとそれ壁判定なんかな。でもね、そうなるかなと思ったけど、あの魔法の時はもう無視してガンガン来てたから、スパイクはいけるのかもしれない。なんかだんだん天気悪くなってきた。クソ鳥がなんかいっぱい飛んでんな。あ、来てますね、それは。ちょ、もう中入っとこう、声からいた。ちょ、クソ鳥、あ、ちょっとめっちゃ来た。いた、引っかかんないよ。え？
え、クソ鳥が引っかかった。あっこ、あっこ、あ、いや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 、落ちた、あんな一人に送るか。